プロヴィンスタウンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州バーンスタブル郡のケープコットの先端にあるニューイングランドタウン。年間を通じた人口はピータウンと略して呼ばれる。この街は海岸、港と漁業、リゾートと芸術の街として知られ多くの観光客が訪れている。自由な雰囲気からゲイタウンとして LGBTQ コミュニティのバケーションの地としてもその名が 通っている。その歴史は古く、ノーセット族がこの地をミーシャンと呼び長く定住しており、種族として近いワンパノアフ族とと同じ、マサチューセットという言語を話していた。ニューイングランド南部のアルゴンキンゴナマリの言葉である。1602年5月15日、ヨーロッパからパーソロミュー・ゴスノルドが上陸し、最初は島だと思っていたことからこの地をショールホープと呼んだ。 大量のタラが採れたことから、同日遅くにはこの地を、ケープコットと改名した。当時は、現在のプロビンスタウンのみをケープコットと呼んだが、間もなく、ケープコットが指す範囲は、現在の地域に広がる。1620年11月9日に、ピルグリムファーザーズは、メイフラワー号に乗って、イギリスからバージニア植民地に向かう途中、ケープコットを見つけた。 冬の強い海風に対抗して南に向かおうとするが失敗し、二日後には現在のプロビンスタウン港に戻り、怒りを下した。こうしてこの地で、メイフラワー製薬が作成及び署名され、植民及び自粛設立を決意し、東岸から上陸した。新京都は当初こそ湾の反対側のプリマスに植民しようと考えて行ったのだが、ケープコットは湾上に深く、 魚がよく獲れ、この海岸が最適と考え直した。1654年、プリマス植民地の知事は、ノーセット属州町から、新鍮の夜間2個、コート6着、クワ12本、オノ12本、ナイフ12丁、箱1箱でこの地を購入した。その土地は、現在のプロビンスタウンとトゥルーロの町会に近い、イーストハーバーから、ロングポイントまで広がり、 プリマス植民地が権利を有したため、漁業権がない漁師から失業税を集金し、学校設立など、植民地内の様々な計画に使用された。1678年、マサチューセッツ湾植民地の漁師なども、料金を支払えば、漁場を使用できるようになった。1692年、新たな直挙によりプリマス植民地とマサチューセッツ湾植民地が合併し、 マサチューセッツ湾直轄植民地となった。この時、ケープコットは正式にプロビンスランズと改名された。1714年、プロビンスランズの最初の司法記録されており、トゥルーロの管理下で併合されたケープコット行政地区が決議された。1727年6月14日、入植から100年以上が経ち、ケープコット行政地区はタウンシップ制となった。 これにより、住民たちは、ヘリングタウンへの解明を望んだが、マサチューセッツ地方議会はこれを退け、プロビンスタウンを選んだ。タウンシップ制となったことで、住民たちは、所有地の権利放棄証書を受け取らされると知見を、失い主要権のみに甘んじた。18世紀を通じて、プロビンスタウンの人口は少ないままであった。海岸での絵画教室ピルグリムモニュメント。 シエーナのマンジャの塔がモデル。ケープコットの他の地域同様、プロビンスタウンはアメリカ合衆国の独立の影響を受けた。イギリス軍は漁業及び船舶関連の場所の多くを閉鎖し、町は縮小していった。1778年、奇遇にもこのプロビンスタウンの大西洋沖、ピークドヒルバーサスでイギリス軍艦 HMS サマーセット号が難破した。合衆国の独立後、 漁業や捕鯨基地として急速に栄えた。アゾレス諸島から来たポルトガル人の船員が多く住みつき、アメリカ船籍の船舶で職を得て、プロビンスタウンの人口は急増した。1890年代のプロビンスタウンは景気づき、秘書を求める観光客のほか、多くの作家や芸術家が集まるようになった。1898年にポートランドゲールと呼ばれる嵐が、 町の漁業に打撃を与え、空き家となった漁業関連の建物に、町の多くの芸術家が移り住んでくる。20世紀初頭、町の芸術文化は国際的に称賛を得るようになっていた。この頃、実験的演劇集団、プロビンスタウンプレイヤーズが創立、関係者の多くはニューヨークのグリニッチビレッジに住んでおり、文化人と芸術家のつながりはこれらの場所で織りなされた。 1898年に画家のチャールズ・ウェイブスター放送によって初の屋外人物画教室とされるケープコット芸術学校が創設された。1916年の授業の映像が残されている。1910年には街のシンボルであるピルグリム・モニュメントが完成し、ウィリアム・タフトラを招いて盛大に除幕式が行われた。 1960年代半ばにも人口が急増した。当時、町の田園風の景観がヒッピーたちに受け、特に当期は家賃が安く生活コストが低く抑えられたことから、ここに定住して家族を形成していった。町の目抜き通りのコマーシャル通りには、多くの喫茶店、レザーショップ、違法薬物店など様々な小売店が繁盛した。1970年代、 特に夏季の観光シーズンには芸の人口が急増した。20世紀前半には実験的演劇とともに芸術村として発展しており、プロビンスタウンに芸の人々が集まるようになる。1940年代にドラーグクイーンがパフォーマンスを行っていた。1978年に LGBT ツーリズム関連の宣伝と各班を開始したプロビンスタウン職業組合は、 現在、加盟企業200社長に成長する。プロビンスタウンは、アメリカが衆国先海岸で、ゲイに最も知られた、秘書地とされる。2010年のアメリカ国勢調査によると、住民のカップル1000組中163.1組が、同性であり、国内最高の比率となっている。1990年代から家賃が急激に上がり、住民らに打撃を与えた。 しかし2005年から2012年にかけて、町内外の地価が下がり、最大で1年弱の下げ幅が10%超に、達すると町の経済は下落していった。それでも観光シーズンは長くなっていき、祭りや一週間続くイベントなどを企画している。最も有名なものは、夏季のポルトガル祭、ベアウィーク、カーニバルウィークである。 アメリカ合衆国国家歴史登録財に建造物発見が登録され、町にはプロビンスタウン歴史地区とデューンシャックス・オブ・ピークとヒルバーズ歴史地区の2つの歴史地区がある。プロビンスタウンはケープコットの最先端にあり、総面積は17.5平方マイルで、うち55%の9.7スクエアミが陸地であり、残りの7.8スクエアミが水域である。 東以外の全方向を水域で囲まれ、海岸線は21.3マイルに及ぶ。東隣のトゥルーロとの間が、唯一の地上境界線であり、南東に、プロビンスタウン港、南及び西に、ケープコット湾、北西及び北に、マサチューセッツ湾、北東に、大西洋がある。バーンスタブル、ハイアニスから北に、道路距離で45マイル、ケープコット運ンをまたいで、 ケープコットと本土を結ぶサガモア橋から62マイルの位置にある。ボストンの南東に位置し、空路及び回路で45マイル、道路距離にして115マイル離れている。アメリカ合衆国国立公園局は、町の総面積の73%すなわち約4500エーカーの土地を所有し、ケープコット国立海浜公園を管理する。残りのうち、 約2.7スクエアミの土地は、町の管轄、また北側のプロビンスランズには砂丘及び、複数の小さな池があり、マサチューセッツ湾沿いに、東のマウントアララトから、西のレースポイントまで広がっている。ケープコット湾の海岸は、西のレースポイントから、南のウッドエンドまで伸びると内側にカーブし、東に向かった橋にロングポイントがあって、 プロビンスタウン港の天然の堤防を形成する。これら3つの岬に灯台を置く。人口密集地は国立公園の南の港に沿っている。マウントアララトは創世記でノアの箱舟が到着したとされるアララト山からマウントギルボアはサムエル期のギルボア山から名付けられた。水域で囲まれたプロビンスタウンは1976年から2005年の 最低気温の平均が0からかし5度と穏やかな気候でアメリカ合衆国の無償が定める体幹性区分の 7A に分類される。州内の他地域に比べると季節の変わり目は水温に遅めに反映され春の水温はまだ冷たく秋の水温はぬるい。欠片の気候区分によると大陸性気候の影響を受けつつ海洋性気候と温暖湿潤気候の境にあたる。 7月の平均気温下肢70.6度は温暖湿潤気候の東温泉をやや下回る。東温泉の下肢32度大陸性気候のそれと比べると半島の地形に起因する自然の変化であると言える。1890年代のコマーシャル通りが描かれた絵葉書空港があり、ボストンから航空便が飛んでいるほか、ボストン発のバスやフェリーもある。 記録に残るプロビンスタウンの歴史において、長年、特に南の海岸には、天然の深い港があり船が安全に航行でき、風や波の影響をあまり受けないため海運と深くつながっている。またプロビンスタウンは、細長い半島の先端にあるため、地形的に大陸部と分断されていた。かつてプロビンスタウンで、最も安全な係留地であったイーストハーバーは、 プロビンスタウンハーバーから1000フィートを組まった入り江にあり、両方の港の行き来はさすにへがてられて困難であった。19世紀後期まで北の細く伸びるバックショアと呼ばれる海岸沿いの道以外に本土とつながる道路はなかった。1854年イーストハーバーに木製の橋が架けられたが、2年後の冬に嵐と凍結で崩壊した。翌年再建されても、 この橋を渡るルートは、バックショア側と同様に、砂浜を数キロも進まねばならず、嵐で水かさが増すと通れないこともあった。これによりプロビンスタウンは、半島というよりも、島と同等とも言えた。住民たちは、通信や航行、商業において結局、港を使用しなければならなかった。上野図イコール1800年代後期まで、イーストハーバーは、 プロビンスタウンハーバーに向かって水面が通じており、プロビンスタウンへ向かう道路はなかった。下の図イコール1868年、イーストハーバーに堤防を築き線路を引くと、その後、車道をついた。1868年、イーストハーバーに堤防ができ線路が敷かれ、1873年、鉄道の開通式が盛大に行われると、1877年には、 木製の橋と砂浜の道は自動車道路に作り替えられた。鉄道の終点は不当で現在のマクミラン不当にあたる。鉄道及び道路が通じたことにより漁師は船の乗り降り及び鉄道での魚の輸送が楽になった。鉄道及び道路がプロビンスタウンまで伸びるのはだいぶ遅れた。当時町に道路はなかった。カート、馬車、ワゴン、馬、 牛もいないのだから道路があるわけがない。各家に船着き場までの小道があり、一度外に出れば税金や通行料なしで通ることができる。近所への小道、学校への小道、教会への小道がある。曲がりくねった小道もあるだろうが、彼らは昼夜問わず、陸地だろうと水域だろうと上手に通る。一方、浅い水が流れる道路は毎年一日2回。 広く長い範囲にわたって、水かさが増し、もし通れば、オランダ兵が喜ぶことだろう。シェナリッチ、トレロー、ケープコット、オア、ラント、マークスシーマークス町内の道路区画は、歴史的に重要な海岸を考慮し、国際的な往来と商業の鍵となった。町の発展につれて沿岸部が、組織的に拡張し、町内のあらゆる商業活動と、 社会生活が営まれる海岸部を縫うように主要な道路が密につないでいった。それぞれの住宅の裏手から続く歩道がまとまった通りを当初はタウンロードと呼んでいた。1835年、軍政委員会はフロントストリートと改名し、その後現在のコマーシャルストリートとなった。フロントストリートと並行するかつてのバックストリートは現在は ブラッドフォードストリートという名になった。当時住宅は海岸に面していた。当時から向きを変える家もあったが、表玄関を海側に向けたままの家もあった。街に越してきて短いとある医者の男が区画を64フィートに定めようと提案したが、住民投票で否決された。彼は情報して32フィートで提案し直したが、22フィートがいかなる用途にも適しているとされた。 ナンシー・ダブリューペイン・スミス・ザ・プロビンストウン・ブック・プロビンスタウンの住宅街、プロビンスタウンには、国道6号線の東の終点がある。ただし、ケープコットの形状に沿っているため厳密には、最東端ではない。西端は、修道 6A 号線と接している。修道の終点を告げる、ステートハイウェイ・エンズの標識から先は、国立海浜公園の道路として、国道となる。 国道6号線の他に、修道 6A 号線も町を横断し、その大部分が、ブラッドフォードストリートとも呼ばれ、ハーリングコーブビーチのすぐ南まで続いている。フェリーは、ボストン行きが2社、プリマス行きが1社運行している。すべて町の中心部にあたる、町役場のすぐ東、マクミランフ島に停泊する。1873年から1960年代。 初頭まで走っていた鉄道は、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道から切り離されて、以降は廃線となった。ロードと名のついた通りのほとんどは、ハリー・ケンプウェイ、レールロード・アベニュー、リア・ハウランドに変わり、また1.3マイルの遊歩道と緑地帯からなる、オールドコロニー・ネイチャー、パスウェイとなった。ケープコット地方公共交通機関管理所は、 マクミランフ島とハーウィッチを結ぶバス交通トゥルーロへのシャトルの運行を提供している。またボストンからつながる警官自転車道バイクルート1号線の終点の一つがありクレア・ソルトンストールバイクウェイと呼ばれている。プロビンスタウン地方空港はレースポイントのすぐ東にあり敷地面積378エーカー周囲はケープホット国立海浜公園が占める。数は ゼネラルアビエーションが多いが、ェットブルーコールとコードシェア便のある、ケープエアーのボストン、ホワイトプレーンズ行き定期便もある。滑走路は3500フィート、軽機着陸装置、全照明の設備が整っている。一番近い国際空港は、ボストンのゼネラルエドワード・ローレンス・ローガン、国際空港である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 基礎データ人種別人口構成イコール、アイルランド系、イギリス系、ポルトガル系、イタリア系、ドイツ系である。年齢別人口構成世帯と、家族収入と、家計プロビンスタウンの郵便番号使用者では、全米で一番同性カップル世帯の割合が高い。国勢調査などの調査では、リゾート地としての下記の人口は調べられない。 住居数が15%上がっても人口は14%下がっており、61%の住居が空き家であるのは53%が別荘でだからである。2000年から2010年の10年間で人口は14.3%減だったが、夏季の人口は19000人から6万人に大幅に増え、その内訳は夏季の6ヶ月分の家賃のみ払う人が多い。 その多くはここで仕事をし、家賃、税金を払っている。プロビンス、町役場プロビンスタウンでは、ニューイングランドの他の町と同様、オープンタウンミーティング形式をとっている。市民がタウンミーティングに集まり、立法府のように会議し、町の規則に従って、予算や法改正を決議する。町には独自の警察署や消防署があり、 どちらもシャンクペインター通りに所在する。コマーシャル通り沿いで、フォース不当に近い郵便局と同じ通りの2005年まで、センターメソディスト米国成功会だった建物内に、調律図書館がある。1963年から、マサチューセッツ州選出上院議員を務めていた、エドワード・ケネディが2009年に亡くなり、ジョン・ケリーが後継して2013年に、 アメリカが衆国国務長官となるまで務めた。ついで2013年7月16日より、エド・マーキーが上院議員を務めている。上院には他に2012年11月の選挙で選ばれた民主党のエリザベス・ウォーレンがいる。1968年、非営利団体、ファイニアーツ・ワーク・センターが創立された。研修制度を通して若い芸術家。 作家は実力を発揮し、新美顔を養い経験を積み、歴史的に芸術の街であったプロビンスタウンの活気を取り戻そうという趣旨であった。全米でも有名なプロビンスタウン芸術協会美術館は2014年に100周年を迎えた。年間のべ35回の企画展を実施し、子供、若者、大人向けファインアートワークショップのほか、数々のプログラムやイベントを行っている。 常設展示は3000点に及ぶ。同館は2004年から2007年にわたり、地域振興予算を計4回得ると、総額300万ドルを借り入れ、増築、空調施設の更新、船長の邸宅で、歴史的建造物ハーグッドハウスの改装、不採返済に充てた。地域振興予算の目的は、全米のあらゆる地方の経済活動を活性化し、 クオリティオブライフを向上させることであり、農務省は2000年代のプロビンスタウンは、まだ地方と定義し、連邦政府の扶助を必要としているとみなした。2003年、マクミラン不当の改築の補助金として、農務省の地域振興予算から195万ドルを低利率で借り受けた。町の漁船は主にこの不当を使用し、高速フェリーも停泊するほか、観光客も多く訪れる。 アトランティックハウスは全米最古のゲーバーとされ、フロマーズ氏はアメリカ発のゲーバーと記している。アートハウスは下記に多くのエンターテイナーが出演し、ショーを行い、バーラ、ジー・ン・マーマン、ミス・リチャード1981、ミスココペルーなど街の有名人が登場する。オフシーズンには夜にウィースポーツボーリング大会、クイズ大会などのイベントが行われる。 プロビンスタウン国際映画祭では、自主映画や全英映画などが上映される。ジョン・ウォーターズは下記に、プロビンスタウンに滞在し、映画祭でも重要な役割を担っている。2011年11月、プロビンスタウンシアターカンパニーは、ニューイングランドで初めて、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの1919 19年の、ホラー・ファンタジー、一枚の絵、家の中の絵を舞台化し、 第22回ホールプレイライトフェスティバルで上演された小説音楽映画テレビ引用エラー注釈という名前のグループのレフタグがありますが対応するレフレンスグループイコール注釈タグが見つかりません。ありがとうございます。